レッツフリーライフ、どうもハルキです。買ってきた漫画紹介9月編後半、よろしくお願いします。撮影日がね、10月17日日曜日です。9月に撮って後編と分けますって言ってね、1ヶ月が経過しました。9月編とは言いましたけど、そんなめちゃくちゃ新刊があるわけでもないんでね、最新刊が見たかったのによという人でも楽しめると思います。仕事の通知が来ましたね。僕には関係なかったやつ。というわけで早速紹介していこうと思います。前編というか前回の漫画紹介見てない方はぜひ概要欄から見てみてください。早速いきましょう。自由にやっていこう。前回がこの量だったんですけれども、今回はちょっと多めのね、この量の大ボリュームでやっていきたいと思います。今回全部で2万円分購入しておりますんで、やっていきましょう。はい、まずこちら。ちょっとね、その前に9月に買ってあるやつで、しかも9月も撮影日の2週間前ぐらいに撮ってたやつなんで、最新刊とか全然追いついてないと思うんですけど、ご了承ください。こちら。一冊目。一冊目は、怪獣8号7巻。もうね、最近もうマジで漫画読む時間なくて、もうこれも1ヶ月以上開けてないなんて本当はありえないんですけど、開けてないんですよね。だから、どこまで読んだかなとかもね、あんまりわかんないんですけど、はい。長官と怪獣9号で、なんか長官がやられちゃったところまででした。おぉ。非常が漂う第7巻。読みたい。ちょっと、浅くなっちゃうかもな、今回。新刊っていうか、その最新刊の紹介は。ごめんなさい。ちょっと漫画読む時間を設けて動画にします。頑張ります。続いて、東京リベンジャーズ27-8巻。こちらも買ってきました。今何巻まで出てるんですか？東京リベンジャーズは。東京リベンジャーズもね、まあ第一次ブームというか、ブームが一回過ぎ去りましてね、最近落ち着いてますけども。ただまああんまりこう話題にね出ることもなくなりつつありますが、それでもちょっとやっぱ完結までしっかりと追っていきたいぐらい面白い作品ではありますのでね。電波がすこぶる悪いね。マジで Google が終わってるんだが。はい。三つどんえの三点戦争ですか？ちょっと読み方が合ってるかわかんないですけど。うわ、もう、27巻の後ろめちゃくちゃ気になること書いてあるじゃん。ちょっと見していい？めっちゃ気になる。このマイキーの殺意に満ちた拳がタケミチを襲う、タケミチがたどり着いた答えとは？いや、めちゃくちゃ読みたいわ。待って、マジで読みたいんだが。読ましてくれい！社会人漫画読む時間なすぎる。はい、続いてこちら。ウィッチウォッチの5、6、7巻でございまーす。はい、これはね、僕が人生で一番好きな漫画と言っても過言ではない、スケットダンス。僕の漫画人生はそっから始まりましたから。の作者さん、篠原健太さんの最新作、ウィッチウォッチ。最近ね、なんかジャンプ公式で、漫画アニメーションみたいな、漫画に声優さんが、声をつけてね、やるみたいな、まあそういう動画が結構バズってて、全部ね、何十万再生って回ってて、僕もちょこちょこ読んでる、見てるんですけど、いや、面白いね。なんかもう声優さんもさ、めっちゃぴったりで、やっぱね、スケットダンスが、その篠原さんのこうギャグっていうのは、もちろん漫画映えもするんだけど、アニメ映えがね、よりするというかね、まあ皆さんの表現力とか、作家さん、構成作家さんのなんかその、いい感じのやつ。浅いね、今のは。折り重なって、めちゃくちゃ面白い作品になってるんで、アニメ化、待ったなしなんじゃないと個人的には思ってる作品なんですけども、まあ、気がついたらね、最新刊まで全然終えてなかったんで、9月当時の僕、前回こうやってね、最新刊まで買ってますけども。いや、まずね、篠原さんのいいところ、絵が上手いんですよね。絵が上手いとか、綺麗な絵をね、してるなぁという感じなんですよね。あとね、篠原さんが描く女の子はね、程よくエッチでいいですね。俺、4巻も読んでないかもしれない。だって、よく見たら俺、このキャラクター別に知らないもんな。YouTube の漫画アニメーションで読んでるから知ってるけどさ、俺、本当はこいつの登場シーン知らないもんな。真神敬吾、僕知りません。学生の皆さんね、社会人って言っても学生とあんま変わんないから時間あるだろうって思ってる方いらっしゃるかもしれないんですけど、全然違いますから。いや、もうこんな忙しいアピールとかをね、するわけじゃないですけど、その漫画という要は、余力で楽しむエンタメに割く気力っていうのがね、あんま分かんなくなってくるんですよね。でも俺はそんな人生嫌なんで、読みます。読むんで。あんまりいないよ、こんな漫画読むことを意志強く宣言してる人。
続いて、さよならエリーということで、チェーンソーマンの作者藤本たつきさんの短編集の最新作かな。でもこれはさ、俺ツイッターでなんか読んだ気がするんだけど、気のせい？違うわ、また違うわ。藤本先生結構その主人公とかクリエイティブなことをしたいけどみたいな、そういうねストーリーを作りがちなんだと思います。短編集でルックバックとかは確か絵のね話だったけど、それとちょっと混ざっちゃってたけど、今度はあの映画の話ですね。私が死ぬまで撮っていてほしい、病の母の願いで始まったユータの映画制作。母の死後自殺しようとしたユータは謎の美少女エリと出会う。二人は共同で映画を作り始めるが、エリはある秘密を抱えていた。現実と創作が交差しエクスプローションする映画にかけた青春物語。なかなか面白そうじゃないですか。たつき先生のね短編集はね、なんかこう一冊だとは思えないぐらいね密度が濃いという、おもろいやん。もう3分の1読んじゃったもんね。ちょっとま、読みたい。俺だって漫画読みたいんだよ。漫画はさ、読んだらさ、面白いことなんて分かってんだけどさ、時間がその分溶けてくのも分かるしさ、他にいろいろやりたけ、やらなきゃいけないこともいっぱいあるしさ、もうこの世にはエンタメが溢れすぎてる。そして俺は人生、この21年間で、面白いエンタメに触れすぎている。エンタメキャパオーバーです。けど俺は自分が楽しい、面白いと気づいてきた、見つけてきたエンタメをなくした人生を送りたくない。そんな意思でこの漫画紹介を撮ってます。続いてこちら、スキップとローファーの3巻4巻。これはちょっといつだったかわかんないんだけど、僕がたまたまあの本屋で見つけて、あ、ちょっと面白そう、絵柄好きかもと思ってね、こういうほのぼの日常系の漫画、実家のねあのおばさんが読んでて、それで読んでて子供の頃からちょっと好きだなと思ってて、あの自分で見つけたやつ買ってみようと思ってね、これ買ってみてるんですけど、1巻2巻は多分もう読んでますんで、面白かったという記憶だけはあります。内容はあんまり覚えておりませんが、学園ものでございます。まあそのなんだろうな、うん、難しいねこれはね。あのすごい王道な学生ものとも言えるし、そうではないとも言えるみたいなね。結構その一言では言い表せないような魅力がこの漫画には詰まっておりまして、うん、なんて言うんだろうね、絶妙な爆発力はないんだけど、すごいそのほのぼのとした日常をうまく表現してて、なんか読んでて一切の不安なく読めるような、そんな漫画となっておりますんでね、あの心安らかに漫画読みたい方はぜひこのスキップとローファーおすすめでございます。続いて、はい、こちら、食糧人類 RE3 巻。もうスキップとローファーからの落差が激しすぎでしょ。温度差激しすぎて風邪ひくでしょ。もう今風邪ひいた？風邪ひいてます。はい、風邪ひいて、ま、これはねもう心穏やかに読みたい人は絶対に読まないでくださいっていう、絶対に読まないでくださいっていう漫画です。もう名前からしてね、おどろおどろしいでしょ。食糧人類、そうです、人類が食糧になってるっていうお話です。若干ねこうなんて言うんだろうな、宗教的なカルトサイコみたいな感じのお話になってて、まあ、僕そういうカルト宗教系のあのフィクションのもの好きでね、ゲームで言うとアウトラスト2みたいな、そういうのとかも結構好きだったりするので設定ドンピシャなんですけど、まあ、結構このねそのまあ漫画なんでね、ただ怖いだけじゃなくて、まあ、主人公たちの逆転みたいなこともしないといけないんでね、ストーリー上ちょっとこうチートキャラというか、なんか強そうなキャラクターがいっぱいいるんですけど、ここら辺のキャラクターの魅力がどんなもんかっていうのはまだちょっと分かってないっていう状態なんで、結構この主要キャラのそのキャラクターとか性格とか能力とか立ち回りに、この食糧人類 RE は面白さというものが左右されるかなといった感じの印象でございますね。まあ、とりあえずその設定はかなり好きなので、よりね初代食糧人類よりも歪んだ世界観で、食べる側も狂ってるし、食べられる側の人類も狂ってるっていう、そういうね狂気かける狂気みたいな、その狂気に唯一気づいている主人公のお話っていう感じでございます。すっげーどうでもいいけど、この水色めっちゃ好き。続いてこちら、こちらはね第1巻で、まあ、初めて買う漫画だったんですけど、一気に4巻も買ってしまいました。はい、こちらダーウィン事変でございます。はい、こちらはねインスタの広告かなんか出てきて、
無料で読めるところまで読んで、すごい印象に残っていてね。別にこれ買いに行った時にダーウィン事変買おうって思ってたわけじゃないんですけど、たまたまパッと目に入ってきて、うわダーウィン事変ってあれじゃんと思って、あのついつい買ってしまいました。でまあその試し読みみたいなもので、あの面白い、僕好みだってことが分かっていたんで、あのその時の現存の4巻をね、すべて買ってきたよっていう感じでございます。結構ね、いい表紙してるでしょ。このなんか明朝体かゴシック体かわからない文字で書かれてるっていうね。いや多分これもこの主人公がね、チンパンジーと人間のハーフっていう、まあそういうね、半分人で半分チンパンジーのヒューマンジーっていう、まあ新人類なのかなという設定なんですけど、タイトルのフォント、ゴシック体と明朝体っていうね、似て非なるもので表してるのかなといったのは思いますけども、漫画大賞2022大賞受賞してますからね。そんなん面白いに決まっとるやんっていう。でこのヒューマンジーはね、あのめちゃくちゃ面白いいいキャラしてるんですよ。コミカルであり冷徹であり、とりあえずね愛されるキャラクターをしていてですね、この裏側もいいでしょ。ここ見たらもうさ、いいのがわかるじゃない。可愛いのよ、このヒューマンジーのチャーリーが。まあ、あの、僕が好きなね、人間とは少し違うもの、大多数の人間が排除しようとするものとか、保護しようとするもの、公にしてはいけないというふうに思っている対象が主人公になっていて、そいつなりの考えとか、そいつがどうしたいかとか、そいつなりの正義っていうものにスポットライトを当てた作品。これ大好きなんで、これもおすすめです。読んでないけど、まだ、あんまり。東京グールとか、アジンとか、そういうのが好きな方はね、好きかなというふうに勝手に思っておりますけども、まあそこら辺のガチガチのバトル漫画よりも、もう少しライトな表現方法がされていてね、面白そう。このヒューマンジーがね、身体能力とか頭脳がズバ抜けていいっていうところがまた面白いんですよ。ぜひ一巻だけでも買ってみてください。はい、続いてこちら。ちょっと遅いかな。タコピーの原罪を買ってきました。これね、一時期ツイッター漫画とかっていうか、まあ、ジャンププラスか。ジャンプコミックスプラスでの話題をもう総なめしたタコピーの原罪。まあ、ここ最近の一番の問題作といっても過言ではないであろうタコピーの原罪ですけども、まあ、ちょっとこれは漫画好きとしては参考本としてね、手元に置いておかなきゃいけないかなという、ちょ半分使命感のようなものもありながら、買いましたけども、この上下巻で収まってるとはね思えないぐらいのクオリティのお話で、結構胸が苦しくなるような設定ではあったりするんですけれども、まあこのタコピーっていうね、このキャラクターの絶妙な可愛さと間抜けさとコミカルさみたいなものが逆にこうゾッとする展開を生むとかね、あったりするんですけど、主人公たちは小学生で、まあそれぞれ結構家庭環境が複雑で、それをまあタコピーは救いに来たんだけど、小学生に背負わせるには重たすぎる人生のお話がこの上下巻に詰まっております。そして伏線回収とかね、すごいんですよ。もう皮肉たっぷり、現実たっぷり、悲しみたっぷりみたいなね、もうこの帯がね全部を語ってくれてますよ。無垢な善意が巻き起こす予測不能な衝撃の展開の数々。このタコピーの現在で起こっているすごく悲しいこととかっていうのは、このタコピーが宇宙人で地球の常識とかモラルとか考え方とか思想っていうものを全く知らない、本当に純粋でいい子、ただ人をハッピーにしたいというそういうモチベーションで生まれてきたこのタコピーのもう純粋無垢な善意がゆえに巻き起こってしまう悲惨な出来事っていうところにも、またこう胸がぐーっと締め付けられるような思いをねするっていうお話なんですよ。これまだジャンププラスで読めるのかわかんないけど、あのもう買ってください、もう買ってください、いいから。タコピーの現在は、漫画が好きでタコピーの現在読んだことない人はね、ちょっとね、世間うし食えやせん。最後、最後はこちら。僕が死ぬまでの百物語。違いました。改めて、僕が死ぬだけの百物語、1から3巻まで買ってきました。こちらはですね、まあ一言で表すと、ホラーオムニバスでございます。こう1巻にね、1話完結型のホラー漫画がいっぱい入っておりまして、それがこうまとまっていてね。で、この主人公の僕が毎晩1話ずつお話ししていくよという前提で進んでいく、そういったお話でございます。話し始めるシーンが4コマだけ出てくるんですよ。そこがね、
若干輪を追うごとに少しずつ不穏な空気が出てくるんですよ。1話完結型のホラーオムニバスなんだけど、語り手の状態っていうものを少しずつ見せていくことによって、この100話終わった時に何が巻き起こるのか、この僕は何に怯えてるのか、何を気にしてるのか、この僕の部屋の後ろにあるドアには何があるのか、そういう伏線というか、お話の内容だけではなくて、それぞれ全てのお話の絶妙なつながりをこの僕が語っているという設定一個で賄うことによって、次々読みたくなるっていうね、そういうこの作者さんの読者を離さない仕掛けっていうのがね、素晴らしいなというふうに思っておりまして、もちろんね、お話は全部面白いです。びっくりする系ではなくて、なんかこううわってなる系のホラーが好きな方はもうぜひ読んでほしいお話なんですけど、絵が怖すぎるのよ。多分これね、読んだことあるんじゃないかなと思います。これ結構ツイッターでバズってた漫画のなんで、この絵をね見たらね、結構これ衝撃的で、皆さんね見た方は記憶に焼き付いてると思うんで、あ、この人の漫画なんだっていう風に思い出すと思うんですけどね。いやー怖いのよねこれ。ちょっと今この部屋で読みたくないね。ここにさ窓があんだけどさ、なんか鳥肌がやばい。ちょっと早く閉めようこの動画。怖すぎじゃないこれ。マジで怖いんだけど、これ読めないかもな一人で。会社で読もう。とりあえずこの冬ゾッとしたい方はおすすめです。はい、というわけで録画時間30分、ほぼノンストップで喋ってしまいましたけど、今回ご紹介した漫画たちはどいしょこんな感じでございました。1から10まで全部おすすめでございますんで、ぜひ買ってみてください。呪い。というわけで今回は買ってきた漫画紹介9月編後編ということでね、大変お待たせしてしまって申し訳ない。よかったら前編後編どちらも見てくれると嬉しいです。この漫画読み終わったら次の漫画購入品紹介したいと思います。3年後やんそんなん。というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。